八戸市の委託協力でお送りします。このコーナーは地域をもっと元気にもっと楽しくをテーマに、八戸の良さや魅力を再発見再認識し、コミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没突撃取材し、人、物、場所、イベントなど様々な情報を発信します。金曜日のこの時間はオラホの地域自慢です。八戸市内の各地にお邪魔し、その地域の歴史や魅力を、さらに八戸に住む面白人物をご紹介します。こんにちは、大地喜友です。オラホの地域自慢、市川桔梗野にお邪魔をしておりまして、今いるところは桔梗というお店でございます。こちらのオーナーで市川飲食店組合組合長もなさっている野里継弘さんに今日もお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。昨日は組合長さんのお仕事のお話をいろいろ伺いましたが、今日は野里さんの趣味の話をちょっと伺いたいんですが、昨日あの食材にこだわってるというお話が最後の方にあって、実はあの山菜キノコではかなりのもんだという噂を耳にしたことがありますが、いや大したことないですよ。皆さんそうおっしゃるんですよ。実は大したことあるんですね。今山菜ですね、今の時期はね、もう5月に入るといろんなのが出てきますよね、山菜はね、はい。昨日もこの近くの道路脇にあったのを取ってきて食べたんですけどもね、ああ、美味しかったですよ。何取ったんですか？コーンフリーですね。コーンフリー、なんか地場産じゃないような名前ですけど、これは昔はサバしてなんか粉取ったりしてだったようなのだみたいですよ。それがほら自生刺さっていてね、はい、それを、去年あのキノコの会の会員の人がね、はい、漬物にしてこれなんだって言われてね、食べて、からいや美味しいねって、何なのって言ったらコーンフリーだっていうことで、よしじゃあ来年はぜひやってみようと思っていましたんですよ。でそのちょっと大きくなるとこ見計らって昨日おととい取ってきてね、それで漬物にしたんですけども、はい、美味しいです。山菜の時期はですよ、山菜は伸びるの早いからもうしょっちゅう行ってなきゃいけません。山行きたいんですけどもね、なかなか仕事が重なったり、はいはい、今回は5月の初めはあの大森でその私の趣味としている民謡、はい、それに手伝いに行ったり、また組合の総会で花見だなんて言ってずに全然行けなくてね、それでしょうがないから、あの仕入れの道中にあった草を取ってきたというのが。あ、そうですか。犬の散歩道じゃないところのやつをね。ああ、なるほどね。結構ですね、そういうのがすぐっていうか、あの目が利くっていうのはいいことですね。そうすると、今の時期山菜、秋はキノコ、はい、もうキノコはねやっぱり一番取りやすいのは、まあ、この辺でいうカックリですよね。栗竹とかそういうのもあるけども、はい、去年はね、卵だけがすごく出ましたよ。卵だけ、はい、真っ白いあの卵の殻、ね、ね、そこから真っ赤なのがキュッとこう出てくる、はい、なんかスープにするとうまいとかって、そうです、はい、そうです、ね、それはよくご存知ですね、はい、あれ大抵ね食べ毒キノコだと思ってね、色がね、それで取って置いてあるのね、ごそっと、はあはあ、私はそれありがとうって言ってもらっていくんですけども、いいな。遠くまで行かれるんですか？結構行きますよ。六ヶ所下北も行くし、こっちは十和田八木山からね、こっちの方は今岩手まではあまり行かないけども、まあ八ヶ岳だけの近辺、あとは田子の方ですね、そういう、まああれば行きます、はい。そういうところで収穫したものを
お店でも出すんですね。はい、まあ、皆さんに自慢して一生懸命自慢して食べさせてます。さっきちらっとお話が出ました民謡のお話ですが、こちらは歌じゃないんですよね。歌を人もいます、うん、歌もやってるし、まあ、主に三味線の、稽古ですけどね。いや、あの野里さんは、あ、私は太鼓だけです。太鼓だけ、はい、どうしてまた真ん中に立って歌えばいいのに。いや私はあの正面出るよりね、本当は裏にいてこう後押しする方が好きなんですよね。縁の下の方がいいですか。の力持ちじゃないけども、まあ、縁の下の方が好きなんです。お店で教室があるんですね。そうですね、まあ、定休日の時が店休んでますんで、はい、そこを利用して、ね、まず、皆さんでワイワイやってると。活動としては、まあ、慰問したりね、はい、また先生に協力ということで、先生が出演するのに一人だけじゃなくっていう場合は一緒に行ったりということもありますよね。先ほど話に出たその青森というのは何か大会だったんですか。はい、これあの NPO 法人のね、津軽三味線協議会っていうのがありまして、はい、うちの先生南部なんだけども一応その理事になってましてね、はい、それでその大会が2日にわたってあるっていうことで、独特のあれで歌付けが入るっていう、その津軽三味線の選手権ということでね、しかも点数はもう即座に出ると、8人で点数つけて、一番高い方と低い方は切るとカットして、その6人の点数でやると。しかも80点以上取らないと日本一はあげませんと、優勝はあげるけど日本一の冠はつけませんという大会なんですよ。結構厳しい、ね、厳しいです。しかも歌付けを津軽の民謡五大民謡あるんですけどもね、決まってないんです。5つそれを封筒持たせてきて、それを自分で弾いて、だから何が当たるかわからないと、いうことです。だからあのプロの歌手の方たちもね、大変辛いらしいですね、話聞くと。素人の要するに三味線に歌わなきゃなんないでしょ。平に歌うと自分が平に歌ったというよりも歌いにくいから、自分が平だって思われたくないでしょ、プロなんですから。だから大変なんですよね。ね、エントリーした曲目だけ練習していけばいいわけじゃないんですもんね。5つ覚えていかないとダメなわけです。しかも80点以上取らないとその日本一はもらえないからね。そうするとその歌い手さんの後ろで太鼓叩いて、私は太鼓そのに行ったんじゃなくて、あの大会の支援に行ったのだ。太鼓はやっぱりプロの人たちが叩いてやってる。とてもとてもそういうところまでまだまだ。太鼓歴は何年ですか。まあ途中で休んだりしてたんですけども、まあ20年近くはなりますけどね。でも私の20年というのは本当に少ない、叩く回数が少なかったから、まあ大したじゃないですよね。まだまだお話は尽きないかと思うんですけれども、この後はマイクを置いてお話を伺おうと思っております。2日間にわたりましてお話をしていただきました。市川飲食店組合桔梗野にあります桔梗というお店、組合の組合長さんでもいらっしゃいます野里次博さんでした。ありがとうございました。どうぞ皆さん、あの桔梗野の飲食店がよろしくお願いします。ありがとうございました。八戸お邪魔隊だよ。突撃八戸お邪魔隊、いかがだったでしょうか。この番組でご紹介している内容は BFM のホームページ、または八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか。来週のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。